尾崎四郎作、みかんの皮わ,わざわざおいでくださいまして、お目にかかるのは初めてのように思いましたが、こうやって話をしているうちに、だんだん思い出してまいりました。不思議なものですね。今夜はすっかり忘れていたあの時のありさまが、 わくように思い出されます。ぼーっとあの時の人々の顔までも見えるようで何と申しますか私も4年前に家内に先立たれこういう寂しい一人暮らしをしておりますと雨のしみ通る壁までも過ぎ去った日の影のようにもうしっかり自分と結びついてしまうものでございます。 それにつけても、あの時のことだけは、どなた様にも話すまいと心に近い、あのような恐ろしいものを見た己の五億の滅びてゆくのを、未だに祈り続けている今日このごろでございますが、私も教会士を辞めてから、いつの間にか二十四年も過ぎていることを考えますと、 今まで守り通した秘密をお話申し上げたところで、格別身に災いの降りかかるお方もあるまいと存じ、何もかも申し上げます。さて、長い間心の底に隠してしまった話でありますゆえ、どこから先に話してよいやら、いざとなると、何もかもうそのような感じもいたし、 こんな生活が若い頃の自分にあったのかということさえも疑わしくなるほどでございます。私はただこの目で見ただけのことを申し上げるだけで、言葉の裏に何の判断のあるはずもございません。やっぱりそんな話をしながら最初に思い出すのは岸本竜貞のことでございます。 忘れもいたしませぬ。死刑執行の二日前、官房を訪れた私に向かい、竜テは出し抜けに、いよいよ駄目ですね、と念を押すように申しました。覚悟は決めていながらも、さすがに諦めきれぬ気持ちがあったものと思われます。一月十八日で、 雨が降ったりやんだりする寒い日であったと覚えています。その時私は何と答えたか自分の言葉を今はっきり思い出せませぬが黙ってあの男の顔を見ているうちに一人でに涙ぐんでまいりました。あの男の寂しい声だけが深く耳に残って その晩はどうしても眠ることができなかったのです。竜亭は低い声で、そういえば、あの男の声はどんな時にもかすれるように静かで、心の乱れというものを少しも残していなかったように思います。その時あの男は、自分が刑の執行を受けるのは、事件の性質上やむを得ないと思うが、 ただ気の毒なのは我々と共に死んでゆく人たちの身の上だ。あの人たちの中には親のある者も,もあるし妻子のある人たちもある。今更何と言ったところで仕方もあるまいが。ということを何べんも繰り返し繰り返し申しましたが、私がお気の毒でございますと申しますと、 あの男は窓の外へちらりと目をそらして、ははははとうつろな声で笑い出してから、まず同じ船に乗り合わせてもらったと思うよりほかにしかたがあるまいな。海の上で嵐にあって、一緒に海底の木図となったと思えば、なんとか諦めのつく道もあるでしょう。 何もかも運命ですと私が答えると苦しそうに顔をしかめてまずその辺のところかなと申されました二日たっていよいよ刑の執行と決まった時にもさすがは一等の大将だけに竜貞は平然とほとんど変わらぬ顔色でその朝の七時 看守が呼び出しに行った時にはもう目を覚まして独房の中に短ざしていたそうです。天国が厳かな声で今から刑の執行をするということを申し渡しますと2、3分目を閉じていたようですがすぐ落ち着いた声でといってもいつもと比べると非常にせき込んでいるようでしたが。 どのくらい時間の余裕がありましょうか。そう言って少しも取り乱した様子はなく、天国が時間が非常に切迫していると答えますると、一時間でいいんだが、君の計らいで何とか。五分間も余裕がありません。そうか、原稿の書きかけが官房の中にあるんだが、 せめてそれを整理する間だけでもだめです。これきりで二人の会話は終わってしまいました。竜貞はその朝まで暗い部屋の中で一睡もしないで何か書き続けていたそうです。それから竜貞は倒れるように椅子に腰を下ろすとテーブルの上の盆に盛り上げてあるみかんをじっ と見つめていました。その日、みかんとようかんが、この人たちに共応されることになっていたのです。すると彼の目がだんだん涙ぐんできて、そうかと言いながら、みかんを一つ取り上げました。天国が何か言い残すことはないかというと、それには答えないで、私の方を向き、 いろいろお世話になりましたね、と、まるでそれは長いため息のような声でございましたが、それから心を落ち着けるために、しばらく目を閉じていました。しかし目を開けるとすぐ手に持ったみかんの皮をむき、白い筋を一つ一つ取ってから、それをそっとテーブルの上に置き、 熱い番茶を茶碗の蓋をなめるようにしてすすり上げると「じゃあ」と天国の方を向いて促すように立ち上がりました。私が度胸の用意をいたしますと「いやもう」と両手で押さえるような格好をして天国と並んで別室へ立っていったのです。 その次が、王の白鵬という、もう五十近いお医者さんで、この人も何とかいう我護を持っておられましたが、よく覚えておりません。この人が入ってきた時は、もう夜がすっかり明けていました。大野は、寒い寒いと言いながら、両手で自分の体を抱えるようにして、 ふらふらと入ってきたのです。竹のひょろ長いせいもありますが、しかしそのそぶりがいかにもひょうひょうとして、何もかも自然に任せきっているという感じです。岸本竜いが一味の狩猟であるという態度を崩すまいとして、一生懸命に努力しているらしい様子のあるのに比べると、この男は、 顔にかすかな苦問の影も残さず、本当に諦めぬいているという格好に見えました。常日頃は喜怒哀楽をすぐに顔に出す人でありましたが、いよいよとなると気持ちがぐっと静かになって、愚痴一つこぼさず、テーブルの上のみかんを取り上げ、細かい手つきで皮をむきながら、 冗談から駒が出ましたな。そう言ってニヤニヤと笑いました。それから天国の方を向いて、唇の上へ手を当てて、巻きタバコを加える真似をしてから、大変四角ばった口調で申しました。せめて一後の思い出に根が湧く場一本欲しいね。 それを吸ったらこの世に思い残すこともあるまい。そこで天国が敷島を取り出して渡しますと彼は急いで一本抜き出し吸い口を指の先で四つにつぶしてから口にくわえマッチを吸ってスパスパとやったと思うと急にむせるようなせきをしながらどうもいかんこれはいかん。 めがまわりそうだ久しぶりでやったせいか頭ま,までグラグラしてきたぞこれでは気持ちのいい往生もできますまい何度もせきをしたあとでかれはすいさしのたばこを足元へ投げ捨て草履の裏で踏みつけ大声にカラカラと笑い出したのです。 しかし私の度胸を最後まで落ち着いて聞いていたのは、この男だけでした。その次が、有名な内田具山お尚です。禅門の僧侶だけにとぼけた風格のある人でしたが、この日は体の具合が良くなかったらしく、非常に重やつれがして、 じっと立っているのも苦しそうに見受けました。天国の申し私しが住んでもしばらくぼーっとして立っているので、私がそばから、あなたは以前には漱石に身を置いた人ですから、せめて最後の際だけでも年中を手にかけられては、と尋ねますと、そうですねと言ってから。 しばらくの間黙って考え込んでいる様子でしたが私が手にかけた年次を渡そうとしますと慌てて手を振りながらやっぱりよしましょうと言われるのでそれはどういうわけでと重ねて聞き返しますと年次をかけてみたところでどうせ浮かばれるわけじゃなしと。 ささやくような低い声で言ってから、寂しそうな顔を見せて、どんなに天国が進めても、テーブルの上のみかんやようかんには手も触れず、番茶一杯すすろうともしないでぼんやり立っていましたが、さすがに全問で鍛えた坊さんらしい静かな感じでございました。その次が、鍛冶屋の木村良作で、 それから新、新兵北村、川島、秀岡、ほかの人の名前は忘れましたが、そういう順序であったと思います。木村はその日、極度に興奮していて、天国の顔を見ると挑みかかるような態度を示したので、看守が二、三人でやっと押さえつけました。新兵はずっ。 以前には田舎の新聞記者をしていたことのある文芸に興味のある男でそういうたしなみのあるせいでもございましょうしきりに辞世の句を読もうとして努力していた様子でしたその23日前に私が独房にこの男を訪れますともうすっかり覚悟しているらしく 彼はやっと作ったという自生の句を満足そうに私に見せました。死ぬる身を三田に任せて初見かな。彼はこの句が後世に残ることを信じていたようでございます。それからいろいろとふるさとに残した祭祀の話などをいたし、子どもの頃の思い出の楽しさを ごまごまと話してから、すっかり心が軽くなったと言っておりましたが、しかしいよいよ当日になって、天国の部屋へ呼び出されると、どうしたものか一口もものを言わず、ようかんとみかんと手当たりしだいに腹いっぱいむしゃむしゃと食べてしまうと、急に私の方を向いて、先日の次世の句は、 死ぬるみというのを「きゆるみ」と改めたいと申しました。そう言ったと思うと出し抜けに立ち上がって「きゆるみを三だに任せて初見かな」と自分の心をけしかけるように節をつけて口ずさみながら別室の扉の前まで来るとぎくっと と体を震わせて、いかにも恐怖に襲われたという感じで、危うく後ろへ倒れそうになるところを、やっと後ろにいた私の手で支えました。軽い脳貧血を起こしたものと思われます。この男を抱き止めた瞬間、私は、続々と嘘寒い妙な気持ちが背筋に伝わるのを覚えました。 今になってもあの青年の恨めしげな顔が目先にちらついてくるようでございます。それからあとは私も気持ちが乱れて誰が誰だかよく覚えていません。気がついてみるともうすっかり日が暮れかかっていつ昼飯を食べたかという記憶さえもないのです。 何しろ午前七時に岸本竜貞から始まったのが知らぬ間に午後五時ごろになっていたのですから。一月十八日といえば日の短い季節ではありますし、それに矢継ぎ早の刑の執行ですっかり疲れていたせいもありましょう。私はこの時ほど我が身を恨めしく思ったことはありません。 それも初めのうちは、刑の執行を受ける人たちの冥福を祈ってやりたいと思い、少しでも彼らを安心と落ち着きに導くことが、この世の一番尊い仕事であると感じていたわけなのですが、しかし時が経つにつれて、死んでゆく人間の後ろ姿を平気で見ていられる自分の心が、 薄ら寒く恐ろしく時々強敵な発作が全身の血管からこみ上げてくるようなじっとしていられない感情がひやりと胸の底をかすめると顔色一つ変えないでいつも同じ調子でしゃべっている天国が人間でなくて石のように思われてまいりました。 そこへ十人目の秀岡という元萎縮をしていたという男が看守に連れられて入ってきました。秀岡は私を見るとぴょこんとおじぎをしてそれがいかにもそらぞらしく何とも言いようのない侮辱を込めた目でじろりと私の顔を見上げて「坊さん。 まだ夕飯をちょうだいしませんよというのです。私は思わずたじたじとなりながら、しかしやっと心を落ち着けて、すまなかったね。きょうはお前もうすうす知っているとおり、大変忙しかったので、と言いかけるのを、あの男は皆まで聞かないでせせら笑いながら、うすうすどころかよく知っていますよ。 どうもお手数ばかりかけてすみませんな。そう言って、もう一度私の顔を見上げ、その視線をすぐにテーブルの上のみかんの山に移したと思うと、わざとらしく顔をしかめ、みんなご丁寧に皮まで剥いていやがる。俺も一つちょうだいするかなあ、とふてぶてしい声で言いながら、 みかんを皮のまま、四ついつ頬つ張ったと思うと、しかしみかんじゃ腹も膨れねえや。まったく腹が減っちゃ元気よくお別れもできませんからね。それでは、阿弥陀様に備えてあるお菓子でもいただきましょうか。というので、私はほとんど無意識のうちに短い度胸を済ましてから。 羊羹を進めますとこの男はいかにもうまそうに羊羹2本を平らげ「これで十分です。では後がつかえておりますから」と言って立ち上がったのでございます。これは無知と言っていいのか大胆不敵と言ってよいのか私は妙な腹立たしさを感じてまいりました。 しかしこの男が別室へ立ってゆくときちらりと彼の横顔が涙にぬれているのを見ると出し抜けに自分も一緒になって号泣したいような気持ちに襲われたのでございます。私は天国のいなくなった部屋の中で長い間黙とうを続けておりました。やっと と明かりがついたばかりのときでしたが、テーブルの上にはみかんの皮が山のように乱雑に積み上げられ、それが今私の目の前を通り去った人々の顔をはっきり思い起こさせるのでございます。このときほど私は残忍な。 呪わしい記憶から逃れることのできなくなっている自分をはっきりと感じたことはございません。もうあと一人で今日の予定が終わるのだと思うとそのまま突っぱなされる自分が恐ろしくむしろこのまま慶の執行がいつまでもいつまでも続くことの方がましだと思ったほどでございます。 私はあの人たちがどうしてこんな運命に置かれたかということよりもなぜ人間にこんな運命があるのかということだけを考えました。無論その時の気持ちをぶちまけて申しますれば、じりのよしあしを判断する暇なぞのあろうはずはございません。ただ今から考えますと、 自分がよくあの時脳貧血でも起こして倒れたり精神に変調をきたしてあらぬことを口走ったりしなかったものだと我ながら不思議に思われてならぬほどでございます。それどころか私は表面教会士としての態度においてはいささかも己を失うところはなかったように思います。 もし天国が私を観察していたら、彼もきっと私を石だと思ったに違いございません。だから、誰一人として私の冷静を疑うものがなかったのも当たり前のことでございましょう。外はもうすっかり日が落ちておりましたが、じっとして、 ミカンの皮を見つめていると無数の悲鳴がどこからともなく聞こえてくるような気がいたしましたそれはたぶん私自身の悲鳴であったに違いありませんはっと気がついた時には天国が私の目の前に立っていました私が続々 とす寒さに身震いしたとき、いよいよ十一人目のあの人が、看守に導かれて入ってきたのでございます。最初、私の目には、まるで血の気を失った青白い顔だけがぼーっと浮かび上がりました。それが空間に揺れているように見えたのです。 その目と向かい合ったとき、私は思わず、ぎょっとして立ちすくみました。こんなに異様な輝きに満ちている人間の目を、私は今まで一遍も見たことがございません。どのような大犯罪人にも、いよいよという間際には、救いと諦めとが、 おびえている心を安らかにする瞬間があるものでございます。希望を失い尽くした人間には新しい絶望の落ち着きがあるものでございます。ところがあ,あ、わたくしは今でもそのときのあの人の目の色をありありと思い描くことができます。わたくしは あの人と向かい合った時一つのことを理解しました。これは絶望に震えている目ではない。これは絶望しきれぬ恐ろしさに悩み抜いている目だ。そう思った時、天国が大変気がせいていたせいでもございましょう。ちらっと時計を眺めてから低い声で。 金近さんとあの人の名前を呼んでから、天国がうっかりこういう呼び方をしたのはあの人だけです。遅くなってすみませんが、それにお腹も空いていらっしゃるでしょうが、何しろ時間に余裕がないので、と申しますと、あの人は全身をガタガタと震わせながら、 ほとんど聞き取れぬほどの声でうめくように何事かをおっしゃいました。その言葉は私にもよくわかりませんでしたが、やっぱり駄目ですかというような意味であったと思います。そういう声の響きさえもやっと喉を通り抜けたという感じでございました。 しかしあの人はすぐに平成を取り戻されたように見受けました。いたしかたがありませんと天国がすぐ冷ややかな態度で申しますとあの人は私の方を向いて今初めてわかりましたあなたにはわかるでしょう私が恐れていたのは死ぬことではなくて たすかることだったということを、長い間私には、たすかるという自信があったので、死ぬ工夫がつかなかったのです、という意味のことを、早口に申されました。私どもには何も分かりません。ただ、お諦めになることが。 何よりも寛容だと存じますと申し上げますとあの人はじっと歯を食いしばったまま首をうなだれておしまいになりました何しろ自由党の頃からそうそうたる名士であり生に処する態度も死に望む覚悟も平素の言動の中にありありと現れてこの方の往生際だけは どんなにかっぱであろうなぞと心ひそかに想像しておりましただけにこんなに取り乱しておいでになる姿を見ると何か自分が途方もない不幸にぶつかったような気がいたしましたそういえば私があの人を慶執行の前の日に官房へ訪ねますとあの人はもう少 り自分の運命を観念しておいでになるご様子で「どうも世の中のことは分からん。考えれば考えるほど不思議なことばかりです。第一、私が刑の執行を受けるなぞということは妙な話ですなあ」と落ち着いた声で申されましたが。 その時、格別何とも思わなかった、その時の言葉が、ふと私の頭に針で刺すように浮かんでまいったのでございます。私はその時初めて、あの人の心の底の秘密に触れたような気持ちになったのでございます。何かお上がりになりませんか、と天国が申しますと、 あの人はテーブルの上の新しいみかんには手を触れようともせずに誰かが食べ残したみかんの袋を取ってしばらくすすっておられましたがそれを長い間口の中でかみしめておられたようでございます。それではと天国が最後の決意を促すようにせき立てますとあの人は よろよろと立ち上がりましたが私がそばから「お待ちなさい今お経を読みますから」と申しますと「いやそれには及びますまい」とささやくように申されただけでそのまま元の椅子にぐったりと寄りかかって何か小声でつぶやいておられる様子でございました。 それが一瞬間でも長くそこにいたいという感じで私は思わず顔を背けたほどでございます。それで何か思い残しておいでになることはありませんかと重ねて申しますとあの人は初めて寂しそうな微笑を浮かべて何か言おうとされましたが それもそれっきりでじっと押し黙っておられました。というよりも、ありていに申しますと、舌がこわばって、声さえものどを通らないという様子に見られました。今になると、そのときのあの人の気持ちが、手に取るようにわかるようでございます。それから二三分間。 同じ姿勢のままでぼうぜんとしておられたように思いますがいきなり大声で笑い出されたので私は思わずびっくりいたしましたが全く出し抜けなので気が狂ったのではないかと思ったほどでございますしかしあの人はさすがに諦めがついたという感じで「市場の悪夢です」と。 いで申されましたそれからもう一度カラカラと笑って「まるで罠に落ちたタヌキさ」と申されました「私は岸本の同志でもなければスパイでもありませんよただ罠です誰を恨むということもない取り乱した私の姿をあわれんでください」 私は二十歳の年から何に対しても命だけは捨ててかかっているつもりです。その私が死にきれないでいるという気持ちを憐れんでください。私は思わず合唱しました。一瞬間ではございますが私の心は水を打ったように静かになり、 急にあの人の目が生き生きとさえかえってくるように思われました。何か明るい感じが胸の底まで染み通るようで、急にあの人と自分とが位置を取り違えたような気がいたしたのでございます。それから先はもう訳もなく悲しく。 私は合掌したままで祈り続けておりました。この気持ちがお分かりくださいましょうか。世間では、家の執行が済むとすぐに、私が教会士の職を辞してしまったことについて、いろいろな取り沙汰をいたしておったということでございますが、さようでございますね。私が、 数分のあまり職を去ったというようなことまで盛んに書き立てた新聞もあったようでございますがただ一口に申せばこの時の得体の知れない物悲しさが私の心に決断を促したというだけのことでございますもしあの人が最後の数分間で 生死の悟りを開かれないでしまったとしたら、誰よりも救われないのは私に違いございません。そう思うだけでも身の毛がよだつようでございます。大変寒い夜でありましたが、私は一睡もとらずに一晩中度胸に明かしました。ただ、 官房で知り合ったというだけの間柄ではございますが、話す機会の多かったせいでもありましょう。あの人だけは別の人だという気がいたしません。悩みの深い人であっただけに、自然あの人の気持ちの中に深入りしたものと思われます。それに比べますれば、岸本竜貞は、 どんなに幸福であったかとも言えましょう。竜貞と愛情関係のあったといわれる柴重子だけが慶の執行を次の日に回されることになったのでございます。何にいたせあの人たちがいずれも一命を捨てる覚悟であったことだけは確かでございましょう。その気持ちが長い間にたたみこまれて、 ひとりでにいざという時の落ち着きが出来上がるもので人間というものは結局見通しさえつけば覚悟もできるものと思われます金近陽介さんがあんなに見苦しく老いなすったということも助かるぞ助かるぞという希望が あの人の心をぐらつかせたに違いないのです。世間ではあの人のことはお上の患者だということにされているそうでございますね。今にして思うとあの人の悩みがそのことの予想のために一層深くなったと思われます。あの人が最後に申された罠という言葉も そのことのほかにはございますまい。私の見たとおりのことを包み隠さず申し上げますれば、あの人は最初のうちは助かるという感情に落ち着いていられたように思います。それにつけても人間の魂というものは何という統制のない見通しのつかないものでございましょう。 他の人たちが死ぬことにおびえながら、半門大能に日を送っておいでになる時にも、あの人だけはかすかな不安の影さえも心に残してはおられなかったように思いました。私はいつも独房の中で大言壮語して力み返っておられるあの人を見るごとに、 菅は若い時から重ね重ねの獄中生活で己を鍛えてこられた人だけにこのように立派な覚悟をお持ちになっているのだと考えておりましたがそれも統制の取れぬ魂を持ち扱いかねてそういうそぶりだけで自分をごまかし続けていられたものと思いますそこに あの人の迷いがあったのでございましょう。あの人が本当に患者であったといたしましたら、死に際に望んであんなに迷いの深い気持ちに落ち込まれるわけはございません。つまりあの人が患者であったということも一つの憶測にすぎず、あの人が患者でなかったということも、 一つの解釈にすぎずそのどっちかが形の上ではっきりしていたら多分あんな取り乱し方はなさるまいと存じます。患者であることの論拠はあの人が岸本竜貞から大事を打ち明けられた同じ日に政府の代官と関わり合いの深い政治業者の 森の半次郎をお尋ねなされたというだけのことではございませぬか。竜亭の弁護をされました川上弁護士も、当時のことをお書きになりました手記の中で、兼近は、うに岸本に組みし、院にこれを半次郎に売りしならん、と書いていられたように思いますが、せんずるところは、 これも一理、あれも一理と申すだけのことで、あの人の正常から考えますと、これも私だけの浅はかな解釈でございますが、あの人が森の行者を通じて、この密謀を売り渡すなぞということは、夢にも考えられないことでございます。もしあの人が、 最初から岸本の密謀に加わっておいでなされたとしたら、どうして森の行者なぞに打ち明けたりなさるはずがございましょう。むしろ売ったのが森の行者で、売られたのがあの人に違いございません。あの人はうっかり森の行者に打ち明けられたことについて、自責の念にかられながらも、今度は逆に、 己の犯した過失によって己を救おうとなさいましたことが心の迷いなのではございますまいか考えれば考えるほどお気の毒でなりませぬ何もかも運命だと言い切れないものがあの人の負うべき五億の形であったと申すほかはありますまいこうして 生きるにも生ききれず死ぬにも死にきれず六十年に近いご生涯を世の物笑いとなって踏みにじっておしまいなすったことだけは返す返すも残念でございます。あの人が岸本龍亭の同志として己を偽ることのできなかったところに一つの真実があるのではございませんか 結局あの人が最後に申された、罠という言葉より他に、その真実を伝えるものはございますまい。なんだか長いおしゃべりをいたしておりますうちに、妙に心が乱れてまいりました。久しぶりで昔の気持ちに帰ったせいでございましょう。まったく世の中は、 不思議なことばかりでございますね。人の世のことは何もかも時のはずみでございます。本当に長話をいたしました。い,いえ、ただもう話を聞いていただいただけで胸が開けるような思いがいたします。そういえば。 あの人の奥さんは早く亡くなって、兄さんが一人いらしたように思いますが、さようでございますか。去年お亡くなりになったとは、夢にも存じませんでした。さぞつらいご生涯をお送りなすったことと思います。このごろでは年のせいか、私も耳が遠くなって、 もうそろそろ終わりが近づいてまいったようでございますがなんだかあの天国の部屋でテーブルの上に積んであったみかんの皮がまざまざと見えるようでございますこんな静かな晩にあなた様のようなお方がお尋ねくださいましたのもあの人の礼が。 引き寄せてくださったからでございましょう。我ながら夢のような気がいたします。